おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。このチャンネルではですね、木金土は WebVR ということでお伝えしているんですが、今はブロックっていうサービスを使ってプログラミングでWebVR が作れるというサイトを紹介しています。では早速画面を切り替えましょう。で、これがブロックのトップページになります。と URL の欄に短いので直接こうブロック.com と書いていただいて、このページに来ていただければなと思ってます。で、この動画を10日ほど前から取り出してるんですが、ここにバージョンが出ててですね、動画ではちょっと見にくいですが、確か撮り始めた時は 4.0.0 だったと思うんですが、今は 4.4.03 ってなっていて、少しバージョンが上がったなっていう感じがしています。で、それの説明は次にして、で、このメールでサインインでなければメールでアカウントを作ってください。で、アカウントできればサインインでですね、どこが変わったのかなと思ったら、この日本語のひらがなモードができたみたいで、こうするとですね、いろいろ漢字だったのが、これにするとひらがなになるので、スクラッチもこの日本語のひらがなモードってあるんですよね。これをすることで、結構小学校の低学年でも VR のプログラミングができるんじゃないかなと思ってます。で、前回は、今日はせっかくなのでこのひらがなモードでやってみようと思います。人間っていうか大人がやるとひらがなっていうのがなんかどういう意味なんだろうってなるかもしれませんが、いきましょう。新しく作るを押してもらうと、この名もないプロジェクトの名前のところはさすがにひらがなにはならないですね。これを押してもらって、今はチュートリアルではなくこのファイルの中の、ここは全部ひらがなになってますね。それのテンプレート一覧、これをずっと見てきています。で、前回は、先ほどちらっと映ったこの動画再生っていうのをやりました。で、これ見てると、一覧は全部ひらがな化されてるみたいですね。この説明文の中も全部ひらがな化されているみたいです。で、今日は音声再生ということで、ブロック管理画面で音楽ファイルをアップロードして、ブロックとして追加することで、VR、AR に音楽効果の音楽を組み込むことができますと。自動再生を選択しているときは許可をしてくださいと。いうことで、この今日は17番をやってみましょう。ブロックと、この動画は前回出てきたやつですね。これをクリックすると、もうすでにこのテンプレートで説明しようとしているブロックが出てきてですね。で、これがブロックの中もひらがなになるやつはひらがなになってるみたいですね。空間共有っていうのはこれ漢字だったのが、ここは日本語モードをひらがなモードにしておくと、繰り返しとか自動再生、そうですよね。漢字。ここはちょっとまだ漢字になったままですが、主要なところはひらがな化されているみたいです。色1。こっちは色1になってるんですけど、ムービー再生のところはまだ漢字のままですね。で、自動再生繰り返し。これでプログラムを、これで再生ボタンを押すと、はい、これでプログラムが、で、初めての時にここに名前を付けましょう。今日は音楽再生と。ちょっとこっちは漢字にさせていただきます。で、保存もひらがなになってますね。で、このサイトでは音声が再生されますというのが出て、ブロックとムービー。これをクリックすると止まりますよね。この火が燃えてる音がするのがこれです。これが音を鳴らしてるんですかね。このブロックをクリックすることで音を止めることができるというふうになっています。今ちょっと雷が鳴っているので、雷の音が入ったかもしれません。はい。で、こういうふうなプログラムで、今の青い直方体にサウンド、これパブリックサウンドっていう中にある音を MP3 っていうのは音声なので、それを繰り返しています。これ自分で追加するにはどうするかっていうと、このファイルの中のモデル、ここを開いてもらって、自分でアップロードした、これ昨日説明の時にあげた私のYouTube の動画の始まる時のこのガチャ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 っていうこれなんですけど、まあこれをアップロードして、これを使うときはこれをアップロードして、でこのボタンをクリックするとブロックが出てきます。これ用のブロックがね、ちょっと字がちっちゃいですけど、こうやってこのブロックを出します。スクラッチとかしてるとここにないここにないって探すんですが、どうもそうじゃなくて、この音楽を再生するのは今のようなアクションで出すみたいです。はい、ちょっとこれを削除して、で、もう一度ファイルのここに戻りましょう。で、自分でアップロードするんじゃなくて、ここのプリセットですね。これをクリックすると、こういうふうな形で、すでに使えるものがこう上がっていると。で、全てにこうチェックが入ってるんですが、音だけってするとこのサウンドが選べて、動画ってやるとこんな風になりますよね。で、実はちょっとこのモデルが何個かあるんですね。これもモデルグリップ。モデルっていうのを読み込んだらどうなるのかなっていうのがちょっと興味があって、これを押すと、こんなのが出てきて、名前、モデル。これをちょっと真ん中ぐらいですよね。ちょっと字がちっちゃいですか。今、モデルで、パブリックのプレセット100円っていうモデルの中にあるやつを読み込んでみました。で、これを再生して保存ってやると、真ん中ぐらいに00のところにモデルが出てくるんですが、これですかね。100円のモデルをちょっと2メーターぐらいの高いところに上げて、表裏があるのかちょっと見てみましょう。100円っていうのは100円玉のことだったんですね。さっきより2メーター高くしたので、これですよね。これ潜り込んでいったら見えるんですかね。ちょっと音と戻りましょうね。おああ、100ってちょっとこれど真ん中っていうの見えないんですけど、一応ここに100ってなってるので、裏表のデザインが100円玉のものがあるみたいですね。というふうにモデルもアップロードしておくと出せるみたいですね。ともう一つモデルがあったので、すいません、これは私のアップロードしたやつです。プリセットの中のモデルのこいつは何なのかな。これをもうちょっと見てみましょう。こっちはホーム ECU ユーザーブロックパブリックなんか URL の階層がちょっと微妙ですが、無題漢字もいけるんですかね、これ。なんかちゃんと出るのか心配ですが、見てみましょう。何か出てくれるんでしょうか。結構重いのかな、なかなか開かないですね。ダメですか？ちょっと重くて開かないのか、リンクがうまくいってないから開かないのかわからないですが、ちょっと開かないっぽいですね。戻りましょう。個人的にはここの URL のこの感じが良くないんじゃないかなと思うんですけど、わからないですね。はい、ちょっとこれは削除しましょう。はい、ということで、今日は音ブロックですね。音ブロックの続きということで、やりました。前回と内容的にはほぼほぼ同じだと思うんですけども、まあちょっと今日は試しということで、モデルっていうのを出してですね、100円玉のモデルですね、GLB っていうファイルネームのモデル構造をアップロードしておくと、3D モデルも呼び出せるということが分かりました。はい。明日も土曜日ですね、もう一つチュートリアルじゃない、何でしたっけ、すいません、ちょっと確認しますね。テンプレート一覧の中の、そろそろ終わりに近づいてきているんですが、そうですね、最後の18というのがあるので、ぶつかった時というのを明日はやりたいと思います。これで一応18種類のテンプレートのAR がないところまでフォローできたので、フォローできることになるので、それをまあ今週の土曜日までということで、まずは目指してみようと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイクロビットや WebVR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。